はい、どうもこんにちは。イブの実況プレイ、パート3ですね。3回目やっていきたいと思います。前回はですね、ギャリーが仲間になりまして、うわー、そうですね、上の2部屋のね、この謎解きをして終わったところでしたね。ということで、左側のあの扉と、このセーブゾーンのこの扉にまだ入ってませんので、ここにありますね。OK です。では、この鍵をね、多分どちらかのね、ところにね、使うと思うので、あ、ここですね。よかったです。びっくりしたな。全然リアクション取ってなかったけど、びっくりしたわ。大きな本棚がある。うん。あら、この本棚動かせるみたいよ。右、左、どうなんでしょう。右棚、左棚、交互に見て的な。まあ、2703を置いておいて、鏡っていうか窓があるので、窓からね、敵が出てくるっていう試しが今までにあった気がするので、今まであったような気がするんで、右に、こうしときますね、一応。これが逆に積んだってなったら嫌だけど。二人。見覚えのある男女が書かれている。これ、イブのお父さんお母さんじゃないかな？この二人は。どうしたの、イブ？え、この絵の人、イブのパパとママなの？やっぱりそうじゃん。へえ、確かにイブに似てるかも。でもなんでこんなところにそんな絵があるのかしら？知らねえよ。なんでだろうね。え、二人はどこかって？それはちょっと私にもわからないわ。大丈夫よ。きっとどこかにいるって。そうだね。頑張って。まあ、今はね、出ることをね、先決に考えてね。結構気丈な子だと思ってたけど、さすがに参ってきてるわね。そうなんですか？疲れたのならゆっくりお休み。もう苦しむこともなくなるから。なんすか、その怖いこと言わないでください。いや、めっちゃ、座った。立った。それだけなんだ。なんもない。扉が開かない。マジ。え、嘘でしょ。鍵は開けっぱなしのはずだけど、開けっぱでしたよね。誰かが叩いてますね。ドアの前に誰かいるわ。イブ、注意して。やべ、うっさ。はい、すいませんでした。そんなことをしている場合ではないって、なんか、あるゲームではなんか、そういうコマンドがなんか、流れてそうだけど。なんだ。あっこ行くのか、あっこ行けばいいの。ちょ、待って、増えてる、今だ、行こう。おー、なんかいっぱいいる、あ、開いてる。あっこに飛び込め。うおー。びっくりした。めっちゃ徘徊してたよ。なんか、無個性さんとか。十分個性的じゃん、もう。ここまで来れば大丈夫でしょう。ざまあみなさい。ギャリーさんってそういう感じ？そういう感じのキャラなんですか？さてと。それじゃあ先に、テイブ？疲れちゃったのかな？まだちっちゃいもんね。どうしたの？大丈夫？え？ゲモバ？イブ！その後、イブを見た者はいない。そんな展開はないよ。そんな展開はないよ。ギャリさんいるもんだって。なんだこれ？え？何かに追われている。開かないの？とりあえずこれは何もボタン押してません。動かしてません。開いた。さあ。囲まれてるー。やばい。細い通路であんなんないようにね、注意しないといけませんね。夢落ちでしたね。あ。おはよう、イブ。気分はどう？大丈夫？あんまり怖い夢を見た。大丈夫。
本当？よかった。でもまだ無理しちゃダメよ。また倒れちゃうからね。うん、優しいんですね、ギャリーさんは。ん？イブ、そのコートの左側のポケットを探ってごらん。ん？何？キャンディーが入っている。それあげるわ。食べてもいいわよ。ありがとうございます。アメちゃん大好きです。じゃあもうちょっと休んでから出発しましょう。ギャリーさん、ほんと優しいっすね。無題。美術館での禁止事項。大声での会話は禁止。写真の撮影は禁止。飲食の持ち込みは禁止。作品に触れることは禁止。万年筆の使用は禁止。ここから出ることは禁止。なんか主に全部破ろうとしてますけど大丈夫なんですか？セーブしときましょう。あら、まだ寝ててもいいわよ。この部屋は安全そうだから今のうちにしっかり休んでおきなさいな。はい、そうですか？あ、池とこ。うん。あ、水なくなっちゃったの？マジで？一回きり？楽しい絵画。いろんな絵画多く載って、大きく載っている。間違えた。拾うことできたので、渡せば出発できるのかな？どうなんでしょう？あら、コート、わざわざありがとね。コートを渡した。そのコートかっこいいなぁ、ほんと。イブ、もう歩けるの？疲れたら我慢しないですぐ行ってね。遠慮なんてしなくていいから。あ、違うこと言いましたね。よく考えたらイブは私と会うまで一人で歩いてたのよね。大したもんだ、ほんと。ってことは会話何パターンもある。あ、やっぱり。ねえ、イブって歳はいくつなの？それ気になるね。9。若いわね。9。丸9。しかしその年で美術館ってすごいわね。私なら絶対飽きてるわ。俺もです。はあ、今日早くしたら眠たくなってきちゃったわ。早起きしたんですか？自分朝弱いです。美術館なんて久しぶりだから楽しみにしてたのに、このありさまよ。正直もうこりごりだわ。なんか喉乾いたわね。花瓶の中の水って飲めるのかしら？すいません。すいません。全部使っちゃいました。あ、冗談ですか？こんなもんなのかな？どうなんでしょうね。うん。あ、ここってさ、やっぱりあの美術館が関係してるのよね。私たち以外の美術館にいた人たちはどこに行ったのかしら？もしかすると他にもこの場所で迷っている人がいるかもしれないわね。なんとか合流できればいいんだけど。そうですね。そうだね。こんなもん？こんなもんかな？こんなもんですか？あ、なんか、お嬢さんがどうこうっていう。これ見てない。だってその服見たところかなり上質な生地で、生地使ってるじゃない？勝手に選んでくれ。まあ、お嬢様だね。うん。うん、一緒のこと言ってる。あ、なんでそんな喋り方なの？迷惑かけてごめんなさい。じっと見つめ返す。こんなこと聞いていいの？こんなこと聞いていいの？大人に向かってこういうこと聞いていいんですか？聞きます。なんでと言われても、なんでだっけ？思い出せないわ。気づいたらもうこの喋り方だったのよ。でも堅苦しいよりいいでしょ？まあそうですね。確かに。行こう。うん。大丈夫。ね、こんな、この会話のやりとりだけでワンパートを使うわけにはいかないので。行きます。ここ直線して、ここに入った感じだったのかな？そうですね。では、下に行きましょう。さあさあさあ、お？ノックの音が聞こえる。鍵がかかっている。覗いてみましょう。真っ暗。何も見えない。ってことはこっちか？さあさあさあ、これは？入り口閉まっちゃったわよ。ガオーガオーってなんか来てますね。なんだこれ。赤いボタンがある。押しまーす。ガー待ってちょっと待って。お前邪魔。今いけこれか。青いボタン押す。開いた。ちょっと待って。グオーグオーうわーさ、やっていきましょう。とりあえず青を押せばいいんだけど、赤押しますね。多分赤だ。あ、こいつだけでいいと思うんだ。青押せば。
いいと思うので、でも全部気になりますね。全部押しましょう。日誌、人との人の思いがこもったものには魂が宿ると言われている。それならば作品も同じことができるのではと私は常に考えている。そして今日も私は自分の魂を分けるつもりで作品作りに没頭している。そうだよね、出口ぐらいもう出れるけどね、出れるけどね。これ押そうですよねー、ですよねー。お、出れた面白いですね、なんかものすげえシュールですね、なんかコロンビアみたいでは先に行きましょう。ミルクパズル、知らないっす。まあその名の通り、ミルクのように真っ白な、あ、真っ白、絵がないパズルのことか。真っ白なパズル一色の、うん、それは面白くないですよね、きっと。うん、時間かかるよね、そういうのは。ではでは、月夜に散る儚き思い。あ、か、動いてね、この絵動いてますね、びっくり。鏡がある。これ鏡ってなんか何回か見るとありそうですよね。なんか何をこの像、通路塞いじゃって。ふんふんふん、ふう、賢者入りましたね。引っ張る。何が起こった、何が起こった。鍵を開けた。あ、ここと繋がってんだ。これはなんか追加されてましたね。壁に文字が浮かんでいる。ゲルテナ展にある床に描かれた大きな絵のタイトルは、あのなんか、なんか深海のうーんってやつですよね。ゲ、もしかして暗号。あの大きな魚が描いてあったよね。イブ見た、見たよ、見ましたよ。そこからこのエリアに入ってきたんだよね、確か。なんだったかしら、確か深海のなんとかって一文字だったのよね。そ、ちょっとイブ適当に一文字開けてくれない。深海の絵、まあ、まですよね、すいませんでは深海の間、それっぽいわね。でもなんかこうもっとスケールの大きい、あ、ということはもうわかりましたね、きっと世なのかな。よ、よ、よ、深海のよ、あ、そうよ、それだ、イブ、深海のよ、タイトル読めた？深海のよ、だからね。うん、ほいほいほい。なんでしょうね。こっちはいけないんだ。おい、鍵がかかっている。パネル。あー、なる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 。はあ、なるほど。真面目にやりまーす。はい、じゃあ行きまーす。これで多分いいと思うので、開きましたね。OK です。なんだこれ。うん？私はその、うん、めかしく、美しい、うん、に指を、うん、らせ。う、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 ぐ、彼女をそのまま、ん？ギャリーに本を閉じられた。こういうのは、大人になってから読みなさいね。じゃあギャリーさん、ねえ、朗読してくれればいいのに。ここの女性たちは、みんな花占いが好き。そうなんですか？待って、バラ、バラの花びらかなんかでそんなことされたらやばいよね。でも、決別。本当だよ、嫌な絵だ。嫌な絵だな、本当に。なんだ？何言ってんねん。え？何？ちょ、暗くて何も見えないじゃない。い、イブ、いる？いません。すいませんでした。しかし困ったわね。あ、そうだわ。ライターがあったの忘れてた。え？火って使っちゃいけないのでは？うわー！え？何よこれ。助けて、やめて、怖い、死にたくない。何あの緑のやつがよくわかんない。ほんときっついわ、精神的に。まったくだ。出よう。え？お客様に申し上げます、当館内では火器厳禁となっております。マッチ、ライターなどの持ち込みはご遠慮くださいますようお願いします。万が一館内でそれらの使用をスタッフが発見した場合、
なんでしょう。どうなんだろう。追い出す程度ならいいんだけど。出たいし。うわ、なんか、怖い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 。夏季厳禁、夏季厳禁。待って、これなんか、あれ？何度か見るとなんか、あるんじゃない？怖い、怖い、怖い。もう怖い、もう怖い、もう怖い。見るのやめる。そして、なんかありますよ、ここに。セブ。なんかありますよ、ここに。ん？おぉ、なんだ、わっ！わっ！イブ強い。イブの押す力が尋常ではなかった。ん？うわっ、なんかかわいい。かわいい、かわいい、かわいい。誰？あ、待って。ねえ、あなた、もしかして美術館にいた人じゃないの？あ、やっぱり。私はギャリー。で、こっちの子はイブっていうの。てん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 。ポップンっぽい感じっすね、なんか。目の形がなんか、いそうですね。私たちも美術館にいたのに気づいたら、このわけわかんない場所に迷い込んじゃってて。今、なんとか二人で出口を探しているわけなんだけど、もしかしてあなたもそうじゃない？私も誰かいないか探してたの。外に出たくて、それで。やっぱり、ね、よかったら一緒に行かない？そうだね。まあ、みんなで、ね、赤信号をみんなで渡れば、うんとやら、みたいな。え、女の子一人じゃ危ないわ。ここ、変な生き物とか結構いるみたいなのよ。だから一緒に行きましょう。みんなでいた方が心強いし。そうだね、みんなで。うん、行く。じゃあ決まりね。あ、名前は何て言うの？メアリー。すごい可愛い。メアリーね、よろしくメアリー。うん。よろしく。うん。よしく、お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 、なんで3回言ったんだろう。え？争いの矢先。なんかセーブした方がいい気がするけど。ん？イブ、下の通路に花瓶があるわ。あ、はい、わかりました。いや、でも行けない。行けないとダメなの？もったいねえじゃん。超もったいねえじゃん。そういえば、私とイブにもバラがあったってことは、もしかしてメアリーのバラもあるんじゃないかしら。あ、黄色いバラ持ってるんだ。へえ。うん。なくしたりしたらダメよ。誰かに渡すのも危ないからね。それから。わあ、イブのバラは赤なんだね。私のバラは黄色だよ。そうなんだ。黄色も好きなんだけど、ピンクも好きなんだ。あと青も。人の話は聞きなさいよ。青ってギャリーの、ね、バラでしたよね。交換してもらえばいいのに。そんなことやったら、やばいよね。一体、どちらが正しいのか、そんなこと言われてもわかりません。私にはさっぱりわかりません。では、では、では。そうだね、ここイブとギャリーってなんかあるので、メアリーが追加、あ、やっぱされてますね。かわいい。もう一個ぐらいなんか枠あったから、もしかしたら何かが、あ、そういえばあの絵調べてなかった。これ何？嫉妬深き花だそうです。では、ウサギの置物、あれがいい、あれいいね。でも、あれがな、俺緑色のあれ、なんか一個緑色が気になるので、あれがなんかいいですね。深海。あまりに精神が疲弊すると、そのうち幻覚が見え始め、最後は壊れてしまうだろう。そして厄介なことに、自身が壊れているのを自覚することはできない。怖いっすな。これ？穴もないんだ。緑が気になるな、なんか。赤色の目。ね。小学校の頃の先生が、もう、そのなんか。たく、この絵といい、部屋といい、なんでこんな気色悪いのよ。そうかな、可愛いと思うけど。え、これのどこが可愛いのよ。え、可愛い。撫でたい。わからない。撫でたいってな。撫でたいって。可愛い。そうだよねー。やっぱり可愛いよねー。可愛い。メアリーのその笑顔がまた可愛い。もういいわ。早くここ調べて出ましょう。うん。
わかりました。俺のお気に入りの緑色が紫の鍵。うわ、こういうことしてくるんだ。好きな人の好きな色をね、壊すという、まあ、水色が一番好きですけど。え、何？絵の中から物音がする。何この音、近づいてくる。え、何？うわ、なん、うわ、地面からなんか生えてきた。ん？イブ危ない危ないって言って押すけるような。そんな子ではないよね。二人とも大丈夫？ああ、びっくりした。イブは怪我とかしてない。大丈夫？ん？大丈夫？怖かった。大丈夫でいいよ。よかった。それにしてもこれ、邪魔でそっちに行けないんだけど。折ったりできないかしら？って何これ？石でできているわ、この植物。燃やせないね、じゃあ。ネイブ、さっきの部屋で鍵拾ったよね？うん。その鍵で、そこのドア開けられるんじゃない？もしかしたら違う部屋にこれを壊せる道具があるかもしれないよ。ねえ、見てきていいよね。いや、でも、二人だけで大丈夫かしら？そうだよね。いや、ホラーゲームって、人数少なければ少ないほど怖いよ。別れない方がいい。すぐ戻ってこれば大丈夫だよ。てんてんてん。確かに、その通りだわ。別行動はあんまり気乗りしないけど。でもいい。何もなかったらすぐにここに戻ってくるのよ。どうするのかは、その後改めて考えましょう。うん、わかった。それじゃあ行こう。うん、行きましょう。で、セーブ、かな？うん。OK。先にこの部屋調べちゃおうよ。わかりました。黄ばんだ画用紙が入っている。あ、詰め込んである。何か役立ちそうなものないかな。あ、箱の奥にパレットナイフがある。これであのツル削れないかな。やればできる、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 できる。あ、はい、すいません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 。現実的なこと言いますね、この子は。あ、そこで諦めたらなんとやらですよ。わかりました。ん？何？びっくりしたー。あ、出口が。無個性さーん。無個性さーん。何してくれるんですか？出られなくなっちゃった？そんな、十分個性的じゃん、もう。動いてる時点で個性的だよ、もう。無個性じゃないよ。なにびっくりした。ではですね、時間も時間なので、今回ここまでにしときたいと思います。次回ですね、この上の扉から行こうと思いますので、進めていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。次パートへ続きまーす。